宮上平ジはアジカに属し熱帯の海に生息する小型の魚類である。西はパキスタン、東はオーストラリアや日本までを含むインド太平洋の沿岸域に生息し、しばしば岩礁やサンゴ礁などで見られる。本種の分類をめぐる過程は複雑であり、最近まで本種がマブタシマアジ属に分類されることには異論があったが、分子系統学の研究によって、 その分類の正当性が立証された。同族多種と非常によく似るが、独特な葉の形状により多種と区別することができる。宮上平味は肉食魚であり、様々な種の甲殻類、エビなどを捕食する。本種の繁殖と発生についてはインドにおいて、集中的に研究が行われ、本種が1月から9月までの期間内に一度産卵を行うことが分かっている。本種は、 熱帯域で行われる漁業において、よく捕獲され、干物、あるいは鮮魚として販売される。宮上平味は、鈴木木の味か、マブタシマアジ族に属する。マブタシマアジ族の他の多くの種と同様、本種の分類をめぐる歴史は複雑である。本種は7度も異なった学名で記載され、そのうち3つの学名は、記載時とは異なった族に移されている。本種が、 初めて記載されたのは、1793年、ドイツの博物学者、マルクス・ウェリエゼルブロッホによって出会った。この時の学名は、スコンバー・クライニーであり、サバ科のサバ属に分類されていた。これは後に、アジカのギンガメアジ属に、最終的には1839年に、スウェインソンによって作られた新属、マブタシマアジ属に移された。このために現在有効な学名は、 アリップス・クライニーとなっている。1833年にはジョルジュ・キュビエが本種を3つの異なった学名に分けて記載している。そのうち2つはマブタシマーチ族に移され、アリップス・パラ、そしてアリップス・カンラという高校シノニムとなっている。このキュビエによる試みの後も本種はピーター・ブリー・カーをはじめとした3人によってそれぞれ、 異なった学名により記載されており、1942年には本種をめぐる多数のシノニムを整理して、本種の足を作るべきだと提唱する論文も発表されている。本種のタイプ標本は、インドのマラバール海岸の沖で採集されたものである。本種、そしてその多くのシノニムは、マブタシマアーチ族に属しているが、本種の葉の特徴のために、 その分類の正当性は論争の的となっていた。例えば、本種の葉は円錐型をしており、マブタシマーチ族の多種に見られる、串状の葉とは、異が大きいことから、本種は単型の親族を作って、そこに分類するのが良いとする論文がある。この問題は、最終的に分子系統学の研究によって解決された。つまり、本種と同族の黒星平味を比較した。 研究において、漁師は非常に近縁で、漁師を別属として分類することには正当性がないことが示されたのである。宮上平味は、体の上部に島を持つ宮上平味の体型は、他のマブタマアーチ族の種と似ており、強く側辺した楕円形の体を持つ。体型は上下非対称で、背側よりも腹側の方が突き出ているほか、尾ひれも上下非対称型である。 頭部は糞に向かって先細りしており、大きな目にはよく発達した油まぶたがある。歯の形状は本種を特徴づけ、同族多種と区別する形質の一つである。上あごの前方には、大きさの異なる鋭い円錐形の歯で構成される2本の歯列があるが、後方では丸みを帯びた歯が、列間の隙間を作らずに並んでいる。下あごについても同様、前方では、 短い円錐形の葉によってなっていた2本の締烈が後方に行くにつれてより丸みを帯びた刃からなる1つの締烈となっていく。背びれは2つに分離しており、第1背びれは8本の棘状を持ち、第2背びれは1本の棘状とそれに続く23本から26本の難状を持つ。尻びれは前方に分離した2本の棘状と、 後方にある一本の棘状とそれに続く19本から22本の軟状からなっている。尾ひれの上部は下部よりも大きく、腹器は他のアジカ魚類と比較して極めて小さい。側線は体の前方で大きく湾曲し、側線の直線部と曲線部の境界は背びれはの4番目から6番目の軟状の位置である。側線の直線部には32枚から46枚の ウロコと最大でも2枚の両ウロコがあり、曲線部には32枚から46枚の両ウロコと最大でも2枚のウロコがある。本種の椎骨数は24で、エラフルイ数は38から44である。本種は他のアジカ魚類と比べて極めて小型の種であり、記録されている最大体長はお砂帳で16センチメートルである。本種が生きているうちは、 背部は青色を帯びた灰色から緑色を帯びた灰色であり、腹部はより明るい銀色を帯びた体色である。暗い垂直の島が、体側の側線より、上部に現れることがあり、災害上部には大きな黒い縁がある。本種の黒縁は、災害上部から、側線の視点まで広がっているが、同族種の黒星平味の黒縁は、災害上部のみに留まっておりこの点でも区別が、 可能である。角ヒレは青白色や透明であるが、おひれの実は黄色から黒ずんだ色をしており、おひれ上部は下部に比べてより明るく、暗い色でわずかに縁取られる。宮上ヒラアジは東、インド洋から西太平洋の熱帯域に広く分布するが、他のマブタシマアジ属魚類と比べると分布域はやや狭い。本種は西は航海でも見つかっているが、 パキスタンの西部の海域ではあまり見られない。インドやスリランカ、東南アジアの沿岸ではよく見られ、生息域はインドネシア、フィリピン、台湾、北は日本、南はオーストラリア北部まで広がっている。本種はケランクスカッダとして地中海でも記録があり、航海からスエズ運河を通り生息域を伸ばしていると考えられる。日本においては、 1963年には、三重県大和市の魚市場において得られた個体、1991年には沖縄本島で採集された個体の報告がある。しかし前者は、日本海域で漁獲されたものとは確認できず、後者は標本が行方不明となったため、確かな記録はなかった。現在では、2007年に宮崎県の日向な灘から採集された個体に基づく、 確かな報告がなされ、日本近海での生息が確認されている。本種は沿岸海域の岩礁や珊瑚礁などに生息する。宮上平味のイラスト宮上平味は肉食魚である。いくつかの地域では1年のうちに本種の食生活が変化することが報告されている。1988年のインド近海で行われた研究では1年のうち2月から3月までの間は、 捕食活動が活発になるが、それ以外の期間ではそれほど活発に捕食は行わないことが分かった。本種は主にカヤシ類をはじめとした小型の甲殻類や小魚、幼魚などを捕食し、短脚類や魚卵なども捕食することがある。本種の繁殖、産卵はインド近海のみで研究が進んでいる。インドでは本種は1月から9月までの期間内に一度、 産卵を行い、特に2月と6月から8月が産卵活動のピークである。卵は透明な球形で直径は0 5 8ト、mm、ルから0 6 1ト、mm、ルほどであり、海中を漂う。孵化直後の飼魚は体長1 1 3ト、mm、ルほどである。飼魚の発生過程については詳しい研究がなされている。本種の繁殖力は 個体の前兆と体重と相関関係があることが分かっている。本種の成長についてもインドのマンガロール近海において研究がなされている。孵化した個体は1年で体長 83mm から 84mm にまで成長し、2年目で体長 131mm、3年目で体長 143mm ほどに成長する。 収集されたデータに基づいて作った成長曲線によって十分長い寿命を持つと仮定した時の最大体長は、17. 1 7 1トルほどと推定された。オスは体長1 2 8 5ト、mm、ルほど、メスは体長1 2 6 5ト、mm、ルほどで性的成熟に達する。本種は様々な種類の漁業によって漁獲されるが漁獲量についてのデータはない。 商業的価値は高くないものの、鮮魚として、あるいは干物として販売されることがある。ありがとうございます。